奥の細道は、元禄文化期に活躍した、廃人、松尾芭蕉の気候及び俳会。元禄15年間。日本の古典における気候作品の代表的存在であり、芭蕉の著作中で最も著名で、月日は100台の価格にして、生きか不念もまた旅人なりというジョブにより始まる。作品中に、多数の俳句が読み込まれている。奥の細道とも表記されるが、 中学校国語の検定済み教科書ではすべて奥の細道の表記法をとっている。奥の細道は、場所が崇拝する西業の500回期にあたる1689年に、門人の可愛い空を伴って、江戸を立ち、欧州、北陸道をめぐった旅行期である。全校庭約600里、日数約150日間で、東北、北陸をめぐって、元禄4年に、 江戸に帰った。奥の細道では、この内武蔵から、下付、道の区では、越後、越中、加賀、越前、大海を通過して、旧暦9月6日、美の大垣を出発するまでが書かれている。空の随行日記も、没後数百年を経て、空盆と共に発見されている。ほとんどの旅程で空を伴い、桜の花咲く頃の元禄2年3月27日に、 江戸深川にあった、馬蕉の草案である、西岸を出発し、船に乗り、千住に渡り、日光街道の草下、日光へ道を取って下屋国の城下町黒羽へ行く。黒羽では大いに歓迎されたこともあり、奥の細道の旅程では、最長となる十数日間滞在する地となった。ここからさらに北へ向かい白川関を越えて、欧州に入る。 仙台と渡り歩き、日本三景の一つに数えられる松島では、その美しい風景に感動する、あまり句を読めず、空が読んだ句、松島や鶴に見置かれほどとぎすが集載されている。平泉は、奥の細道の折り返し地点にあたり、藤原三代の映画を忍び、夏草や兵どもが夢の後の句を読んだ。ここから、大宇山脈を越えて、出羽国に入って、山寺に立ち寄り、 暇さや岩に染み入る蝉の声の句を残す。日本三大急流の一つに数えられるも上川を降り、では散々の最高峰であるガス山にも上り、6月半ばに奥の細道の最北の地となった木坂田に到達する。当時の木坂田は松島に劣らぬ継承地で、松島は笑い符がごとく、木坂田は恨むがごとしと、その美しい多頭風景を表した。ここから、 再び折り返して、日本海岸沿いに南下して、新潟へ向かい、出雲崎では、荒波や佐渡に横田普天賀と佐渡ヶ島を望む、日本海の荒波の情景を読んだ。さらに海岸を南下して、富山、金沢、福井と北陸道を経て、ミノロの大垣で、ハマグリの二見に分かれて、行脇園区を読み、結ばれている。水港の後多い原本には、中尾本と空本があり、 個々の場所による新筆箇所もしくは訂正箇所については現在でも論が分かれている。その後に場所の弟子素竜が聖書した書き守る本、西村本がある。この書き守る本、西村本は共に素竜本とも呼ばれる。西村本の大戦、奥の細道は場所自筆とされており、これが場所公認の最終形態とされる。場所はこの旅から帰った5年後、 1694年に死去したため、奥の細道は、馬生死後の1702年に、西村本をもとに、京都の伊豆津屋から出版刊行され広まった。奥の細道ではなく、奥の細道と書くのが正式とされるのは、この現代名に基づく。この原読書版本は、現在一冊しか確認されていないが、増し刷りされ、広まったため版本は多く残る。よって、 現在世間一般に知られる奥の細道は西村本を原本とした漢本の本文を指す。1938年に空本が発見された。1960年に書き守る本の存在が発表され、1996年に場所の神筆である野派本の発見とされた中尾本の存在が発表されている。これによりこの本の原点を探る研究、出版が、 より増すこととなった。武尊が、伊豆大美術館、玄禄二年春場所は、旅立ちの準備を進め、隅田川のほとりにあった場所案を引き払う。草の友住み替え春大奏、ひなの家3月27日明け方、祭壇より船に乗って出立し、千住大橋付近で船を降りて読む。行く春や、鳥、定女の目は、涙4月1日日光、新たふと、 青葉若葉の日の光4月4日、栃木県大田原市黒羽を訪れ、黒羽繁盛大化老城坊寺図書、交渉、配合桃行き4月5日、栃木県大田原市の雲岩寺に、禅の師匠であった、住職、仏長和尚を訪ねる。きつい場模様は破らず夏子立ち4月9日、栃木県大田原市の修元工業寺に招かれて、行者道を拝する。 夏山に足田をがむ角でなり4月19日栃木県、那須町の温泉神社に、那須与一を忍び、摂生石を訪ねる。の横に、馬県向けよほととぎす4月20日白川、心元な聞き日数をもるままに、白川の席にかかりて旅心を定まりぬ5月2日、飯塚、旧もたちも5月に飾れ神のぼり5月四日つぼの、石踏みを見て、安家の一徳、存命の喜び。 キリオの牢を忘れて涙も落ちるばかりなりと涙をこぼしたという。5月9日歌枕、松島、松島や鶴に身を枯れほととぎす空5月13日、藤原三代の後を訪ねて、国破れて山が有り上春にして草を見たりという、徒歩の詩、春望を踏まえて読む。行動と共同は鞘道に囲まれ会長されて、いなかったと伝えられこれら二つ堂は見ていないとされる。 五月十四日、首都前、のみじ縛り馬の尿する枕元五月十七日旧地の、豪商、鈴木清風を訪ねる。涼しさを我が宿にして寝丸なり、灰でよか日やが、下の引きの声、眉は木を思影にして、興奮の花五月二十七日立尺時にて、暇さや岩に染み入る蝉の声五月二十九日、もがみ川の河口を石田でのホックを改めたもの。 サミダレを集めて林、ハヤシサイカミカワ6月5日、ハグロ山にて。涼しさや、ほの3ヶ月のハグロ山6月6日ガス山にて。雲の峰いくつ崩れて、月の山6月7日ゆどの山にて。語られぬゆどのにぬらすたもとかな6月10日つるおかにて。珍しいや山をいではの初なすび6月14日、酒田にて。暑き日を海に入れたりもが上川。 厚見山や吹き浦かけてゆうすみ六月十六日、木坂田は松島と並ぶ風光明媚な歌枕として名高かった。木坂田を場所は面影松島に通りしてまた異なり、松島は笑い風がごとく、象は恨むがごとし、寂しさに悲しみを加えて知性魂を悩ますに似たり、と形容した。木坂田や雨に生死が粘の花、潮、 コシヤツルは、ぎぬれて海ミス7月4日、出雲崎でのく。荒海や佐渡に横たふあまの川7月13日、親淵の、南所を越えて、一振りの宿に泊まる。一家に、遊女も寝たり、萩と月7月14日数知らぬ、川を渡り終えて。ワセの講や、文入り右は、アレイ海会7月15日から24日上下の、名士たちが幾度も、区会を設ける。 正門の創生を知る。江戸を経って、以来、ほぼ4ヶ月。空は体調優れず。急遽、立花北氏が友となる。つかも動けはが、泣き声は、秋の風、秋すのしてごとに向けや、売りてなす当地を後にしつつ、途中の銀、赤赤と日は、何面も秋の風7月25日から27日山中温泉から。 戻り8月6日から7日懇願された在罪長引くも、あたけの石記述なし。しほらしきナや小松武器ハギスの木7月26日、平家物語や、原平清水期も伝える篠原の戦い、斎藤さねもりをしのぶ。小松に手銀。無残や中央の下のキリギリス7月27日から8月5日、大垣を目前に安堵したか発泊、泉屋に祝する。 山中や菊は倒らぬ湯の匂い。空は腹を病いて、伊勢の国長島というところにゆかりあれば、先立ちて、行に、行行出た、触れ伏せとも、萩の原空、と書き起きたり。今日よりや書き付けけさん傘のろ8月5日小松へ戻る、道中三景、悲願優先郷を望み。石山の石より申しやきの風8月7日、全夜空も止まる。泉屋の菩提寺。 一宿の礼、庭吐き。庭吐きて出ばや寺に、三流、終わりよい秋風分や裏の山空8月9日、この一種にて数計尽きたり、連のゆかり吉崎ざ坊ごぼうの地。終わりよい嵐に波を運ばせて月を垂れたる塩越しの、松西行8月10日金沢から友とした、立花北市とここで分かれる。物書きて千員作くよ花火8月14日、夕方、鶴ヶに到着。 中愛天皇の五病である、紀非神宮による散する。美しい月夜であった。湯行に世上人のお砂持ちの孤事にちなんで、下生し、湯行の持てる砂の上8月15日、北国の日よりはあいにくで、雨が降り、十五夜の名月は見れず。名月や北国日より定めなき8月16日、西行の歌にもある、マスのノコ海を拾おうと、船で色が浜へ向かう。 寂しさ休まに勝ちたる浜の秋、波の間や湖海に混じる萩のゴミ8月21日頃、大垣に到着。門人たちが集いいたる。9月6日場所は、伊勢の仙宮をお我慢と、また船に乗り出発する。結びの区、浜栗の二味に分かれ行く秋ぞ、奥の細道の沿道には、多くの文化財が点在している。それらを統合し文化財保護法の名称として、 奥の細道の風景地が12県にまたがり25箇所が指定されている。ありがとうございます。